次に宮本武史さん、宮本さん。私は日本共産党を代表し、電気通信事業法の一部を改正する法律案に反対の討論を行います。第一に、本法案は有線ブロードバンドを基礎的電気通信役務、あまねく日本全国における提供が確保されるべき役務として位置づけますが、加入電話等すでに位置づけられた役務のような義務付け、保証の仕組みはないものであり、反対です。また事業者の経営判断で撤退もあり得るものです。サービス維持のための交付金の負担は、国民に価格転嫁されることも予想されています。国が進めてきた競争政策では、整備が条件不利地域に行き届かず、自治体の負担を強いるものであったことに総括もなく、テレワークや遠隔教育などデジタル活用の増加を想定する政府の政策を進め、民間事業者が提供を担うにあたっての費用補填を行うための制度設計でしかありません。このようなものをユニバーサルサービスと呼ぶことはできません。第2に、本法案は利用者情報の取り扱いの制度整備について、安心安全な利用環境確保をないがしろにして、事業者の都合を優先するものとなっていて問題です。クッキーや広告 ID などの利用者関連情報の外部送信は、当初、事前同意、または事後的拒否の仕組み、いわゆるオプトアウトの2択を検討していましたが、経済団体、事業者の反発を受け、本法案は外部提供の事実の利用者への通知、公表の義務付け、事前同意取得オプトアウトは選択肢にとどめる規定となり、後退したものとなっています。利用者関連情報の適切な取り扱いの確保の規制の対象は、サービス提供のための契約もしくは登録を行っている利用者の利益に及ぼす影響が大きい事業者と限定され、範囲を狭めるものとなっています。利用者1000万人以上の電気通信事業者を想定していますが、これではメタや LINE といった SNS 大手、Google など検索大手の20から30社に限定されることになります。また LINE の個人情報漏えいで問題となった利用者情報の情報保管先の設置国、国名、公表の義務付けも見送られており、重大です。以上、指摘して討論といたします。なお、立憲民主党提出の修正案については、より利用者保護を高める措置を講ずるものであり、賛成といたします。これにて討論は終局いたしました。これより採決に入ります。電気通信事業法の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案について採決いたします。まず吉川はじめさん提出の修正案について採決いたします。本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。起立少数よって本修正案は否決されました。次に原案について採決いたします。これに賛成の諸君の起立を求めます。起立多数よって本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。この際、ただいま議決いたしました法律案に対し、田所義則さんほか4名から自由民主党、立憲民主党無所属、日本維新の会、公明党および国民民主党無所属クラブの5派共同提案による付帯決議を付すべしとの動議が提出されております。提出者から趣旨の説明